こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということで始めていきます。今回はですね、これをつけてやっておりますが、実は先週はですね、会社でも YouTube を作っていました。ちょっとねプロジェクトがあって、僕は YouTuber っていうことですね、知られておりまして、ちょっとこのこう喋って編集してほしいとね、まあ自分が当たり前のように毎日喋ってるんですけど、一応ねこの文学と古代史とコーチングと3本もね YouTube をやっているので、ほぼ毎日なんか喋ったり編集したりしているわけです。で、そんなこともあってですね、会社のちょっと10分ぐらいのプロモーション動画を作るのに、僕にとってはねお茶の子スライスのようなことだったんですけど、みんなからですねすごいですねって言われてですね、年も年だしよくこんなことができますねということでね、ちょっと気分よく週末を迎えてたんですけどね。はい、ということでこれは会社で使って、業務用で使っているねものなんですけど、なんかこれだといつもの このマイクだとね、こう マイクをこうちょっと意識しながらだけど、これだとね気楽に喋れるからいいなですね。で今日はシャーロック・ホームズについてちょっと話してみたいと思います。僕は大学生の時にめちゃくちゃ凝っててですね、シャーロック・ホームズ当時だったら全ての短編の方はね、パスカビル家の犬と、なんだっけ、なんか、あれ、4つの署名ね、4つの署名、火色の研究、入ってるんですけど、4つの署名と火色の研究は、ちょっとあんまり覚えてないですけど、この短編の方だったらね、すべての短編のタイトルを言って、すべての短編の中身を言えと言ったら全部言えてましたね、大学生の時だったら。それほど没頭してたんですよ。で、この他にですね、鮎川信夫というね、有名な詩人がいますね。なんだっけ、遺言執行人でしたかね、有名、国語の教科書にもよく出てくる、荒地派のね、旗で、ですね、鮎川信夫さんが、翻訳したシャーロック・ホームズっていうちょっと分厚い、結局こういうのなんか鮎川さんが抜粋した物語を鮎川さんが翻訳しているものだったんですけど、それも読んでですね、いやシャーロック・ホームズ面白すぎとか思ってたんですよ。で、当時からねもう詩をこうパルナシウスの会っていう詩の雑誌に発表してたので、これねシャーロック・ホームズのスリーパイププロブレムっていうセリフがあるんですね。この事件のこの問題は、スリーパイププロブレムだということで、パイプを3本くゆらしている間に解決すると。パイプ1つなくなるのに2時間ぐらいかかるんですかね。タバコのつもりで読んでたからですね。タバコって3本だと5分もしないうちに解決するのかと思ってたから、パイプはなかなかなくならないそうでしたね。はい、でだからパイプなんか買ってたんですよ、シャーロック・ホームズみたいになりたいみたいな感じでね、そうで、そのスリーパイププロブレムっていう詩も書いてね、人生はスリーパイププロブレムだっていうね素晴らしい詩を書いてましたねって自画自賛です。はい、ということで、その後ね、だから当時はシャーロック・ホームズについてのいろんな本も読んでてですね、シャーロック・ホームズの食卓という本が出版されれば、買わなくて本屋で立ち読みで全部読むとかね、そんなことをやってました。で、いわゆるシャーロッキアンっていう人たちがいるんですよね。アメリカではシャーロッキアン、イギリスではホームジアンっていうんですってね。シャーロック・ホームズですからね、ホームジアンっていうのが名字の方で言うのが普通だと思いますけどね、トルストイのこともね、トルストイ主義のことはトルストイズムって言ってですね、レフトルストイですけど、レフイズムとは言わないですよね。それと一緒で、そのシャーロック・ホームズもね、ホームジアンの方が本当は正解なんだろうけど、でもシャーロッキアンっていう方がね、かっこいいですよね。シャーロッキアンってなんかシャイロックか。ベネスの証人に出てくるユダヤ人はね、シャイロックかなんかですけど、似てますね、みたいな感じなんですけど。それで、だから僕もシャーロッキアンほど
は没頭してない。まあ、あれはね、ワトソン博士は何回結婚したかとかね、この時のこのワトソンさんは離婚した直後だとかね、その時のシャーロック・ホームズの家のあの下宿のおばさんが作った料理は、カモのなんとかとかなんかね、もう恐ろしいほどマニアですけど、僕はそこまでないんですけど、まあ、とにかくシャーロック・ホームズは面白いなと思ってね。で、ジェレミー・ブレッドが扮するし、有名な NHK でずっとやってたシャーロック・ホームズのね、番組も、まあ、熱心に全部見たわけじゃないんですけど、時々真剣に見てて、ました。でもやっぱりね、ああいうこう、映像で作ってしまうとイメージが固定してしまうじゃないですか。だから僕はね、やっぱり本で無限のイメージを楽しみたいんですね。で、ジェレミー・ブレッドさんがやるが映像で19世紀の大英帝国のロンドンの雰囲気がこう再現されますよね。で、それはそれでいいんですよ。このロンドンに行ったこともない僕はですね、19世紀のロンドンをなかなか想像しにくいから、ああいうのをちょっと一回見てね、一回見た上で、本を読むと。すると、うろ覚えの映像が、こう、文章の中で蘇るってね、こう、一回ちらっと見たものが文章で蘇るっていうのが、のがいいですね。だから、映画とか、ああいうドラマはね、僕はこう本を読むために映画やドラマを見るみたいな、そんな感じがありますね。はい。で、このシャーロック・ホームズの魅力というのはね、一体何なのかと、なぜシャーロッキアになる人たちまで存在するぐらい有名なのかと、そして決してね、決してトルストイやドストエフスキーやゲーテやシェイクスピアのように偉大な文学作品でもないのに、これほど何度も何度も、だって推理小説ですからね、言うたら推理小説の短編をですね、何回も読むわけですよ。それがまた何回読んでもね、推理小説なのにネタバレしてるのに面白いわけですよ。これはやっぱりね、エルキュール・ポアロシリーズもね、やっぱクリスティの、あれもあれで面白いんですけど、でもポアロのシリーズをね、何回も読むかって言ったら多分読まないんですよ。で、シャーロック・ホームズは、なぜ人はシャーロック・ホームズを何回も読むのかって言ったらね、やっぱりそのシャーロック・ホームズの生活がね、とても克明に書かれているからだろうと。ポアロはそこまで書かれてないですね。で、シャーロック・ホームズは、まあ、なんかバイオリン弾くとか、タバコを吸うとか、パイプを食らわせるとか、ほんで、こう、なんかこう、変わったことをいっぱい言うじゃないですか。で、その、ロンドンの、19世紀のロンドンのこの一人暮らししているシャーロック・ホームズなる人物の生活像がね、もうくっきりと浮かぶわけですよ。で、その推理小説を楽しむというよりは、こういう人物であるシャーロック・ホームズの生活を見て僕らは楽しんでるっていうね、きっとそうなんですよ。まあ、少なくとも僕はそうですね。そして、シャーロック・ホームズって人は、とてつもなく精神が安定してるわけですね。まあまあ、実際にはね、こういろんなことがあるけども、こう傍から見ると、超安定してるわけですね。で、僕は今でも中学ぐらいの時に、高校の時くらいかな、読んで印象に残ったのはね、もうどの話で書かれてるか忘れましたけど、ロンドンからね、どっかに汽車で行くんですね、それこそ蒸気機関車で、どっかに事件解決のために。で、結構ね、焦らなくちゃいけないわけですよ、解決しないといけないから。で、ワトソンさんはね、汽車に乗っても、どうしようかね、どうしようかね、現地に着いたら何しようかね、みたいな感じなんですけど、ホームズはね、汽車が動き出したら、本を読み出したと。君は一体なんで本を読むんだよ。大変な事態だぞ。わかってるのかって言ったら、今ここで何もできないだろう。そんなことを考えてもしょうがないから、それまでの時間僕は読書を楽しむんだ、みたいなね、ことを言ってるわけです。まるでこれは福山雅治扮するガリレオのね、セリフそのものだな、みたいな感じですけどね、今になって思えばね。まあそんな風に、あ、そういう風に人間になれるんだな、大人になったなとかね、思ったりしましたけど、大人になっても一つもそんな境地にはなりませんね。なかなかそうなるといいですね。明日会社が倒産して、明日なんかみんなに謝りに行かないといけないみたいな時にもですね、どうせ今夜は謝るわけじゃないから、夜はゆっくりシャーロック・ホームズを楽しもうなんかね、普通の人間はできないわけです。そんなゲート。ところがシャーロック・ホームズはそんな感じで生きているわけですね。
はい。で、まあ、そういうふうにして、シャーロック・ホームズの安定した精神、そして、変わった言動、そしてなんか面白そうな生活、そういうものをね、まず見るのが楽しいんですね。で、そういうシャーロック・ホームズが、たまたま何かの事件をこの話では解決していると。で、まあ、もちろんね、このコナン・ドイルの、このとてつもない話の面白さもあるんですけど、まあ、この推理小説としての筋立てだけが面白いんだったらね、さっき言いましたように、1回読んだら2回目はないですよね、特に短編は。なのに、短編で10ページぐらいの短編だってね、何十回読んでも基本面白いわけですよ、シャーロック・ホームズは。シャーロック・ホームズという人物の生活、シャーロック・ホームズという人物の仕事ぶりをね、楽しむわけです。その推理小説の筋を楽しむんじゃなくって、シャーロック・ホームズのし、じ、このキャラクターとしてのシャーロック・ホームズの筋、仕事を見て楽しんでるって、ね、だからシャーロック・ホームズを見て僕らは本当に楽しんでるっていうね。で、それがまた克明に書いていくからね、面白いわけですね。で、ちなみにコナン・ドイルという人は、心霊現象研究家みたいな感じだったらしいですね。で、本当に書きたかったのはその手の本だったらしいんですよ。でもそれはなかなかみんな読んでくれないんで、とりあえず金のためにって、片手間に書いたのがシャーロック・ホームズっていうね、もうこれは人類文学史に残るスーパー、作品ですよね。何なんでしょうね。ここまで来ると文学作品であって文学作品でない。推理小説であって推理小説でない。シャーロック・ホームズのカテゴリーはシャーロック・ホームズなんだというぐらいね、あれです。まあ本当にね、今でも読んだらもうシャーロック・ホームズの世界に入りますけどね。本当にこれは素晴らしい一つの領域をコナン・ドイルは作ったんだということで、永遠に消えることのないイギリスの名作品。何なんでしょうね。全部合わせてシャーロック・ホームズっていう作品だと思いますね。はい。ということで、今日はシャーロック・ホームズについて雑感でした。はい。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。